どうも、テイルズファームです。今回は島作りを進めていきます。今塗りつぶしている場所はハートの女王のお庭にする予定になっています。もともと道を作ろうと思って仮のマイデザインを貼っていました。マイルで買える石畳で塗り替えていきます。ひたすら塗りつぶし作業になるので早速早送りしていきます。長いのでちょっとカットします。噴水が邪魔なので一回どかしますね。大体一通り塗れました。じゃあ噴水を戻しましょう。少し道幅が狭くてインパクトがないですね。もう一回り大きくしようかな。噴水の横の丸みが可愛いのに右側みたいに消しちゃうのはもったいないので区切りを作っちゃいましょう。今度はマイデザを使って道に敷くカーペットを作っていきます。カーペット作りも長くなるので早送りしつつ紹介していきます。カーペットは赤と黒のチェック柄にしたいので塗りつぶし機能を使って真っ赤にします。ラインツールを使ってチェックのラインを引いていきます。色は何色でも大丈夫です。塗りつぶし機能を使って黒色にしたいところを塗りつぶします。そのまま角カラー変更で黒っぽい色にします。少し紫がかった方が可愛いと思ったので少しだけ紫色にしました。他の色も微調節していきます。これで中央になる部分が完成しました。それでは早速床に貼っていきたいと思います。こんな感じになりました。夜のせいなのか少し紫感が強い気がします。赤も原色すぎて目がチカチカしてきたので少し手直ししていきたいと思います。原色すぎる赤は鮮やかさ明るさどっちも下げて暗くします。黒の部分はより鮮やかさをぐーんと下げてグレーに近づけます。こんな感じで手直しは完了です。まだ少し紫感が強いですね。ハートの女王っていうよりもアジアンな感じがするのでもう少し紫を黒くしていきましょう。ほぼ黒になるように鮮やかさ明るさをちょっと下げました。こっちの方がハートの女王感があってしっくりきますね。今度はカーペットの左端を作っていきます。さっき作ったカーペットをコピーして編集します。カーペットの端になるので半分透明のカラーを塗っていきます。レースっぽくしたいので隙間を空けて柄を描いていきます。レースを描く高等技術は持っていないので丸を並べていきます。一番端まで丸を並べて気がついたのですが間隔の開け方が微妙で上下がつながらなくなってしまいました。本来なら全体シフトを使いながらつながりを確認するとうまくバランスが取れます。ちょっと適当に作りすぎたのでバランスを整えていきます。
丸を並べたら、今度はタッセルもどきを書いていきます。適当にちょんちょんちょんと横線を書いていきます。適当に線が書けたら、物のつなぎ目とか影になる部分に別の色を塗っていきます。いつものように色は後で調節していきます。影になる部分の黄色はこの元の黄色の鮮やかさ、明るさを下げた色にしていきます。タッセルの根元と丸い部分にも影を足したら完成になります。カーペットの左側が完成したので、早速床に貼っていきましょう。いい感じにできたので、今度は右側も作っていきましょう。左の前デザをコピーして使いました。全体シフトを使って横にスライドをします。いらない部分を消しながら、元の絵を参考に位置を確認しつつ描いていきます。ここからは左側と全く同じ描き方になるので割愛しちゃいますね。それじゃあ右側も敷いていきましょう。カーペットの完成も近づいてきましたね。今度は周りも整えていきます。川に沿って洋風の柵を並べていきます。ここの角にサイロを置きたいので、地形も整えていきます。サイロの向きを確認しますね。左側も同じようにしていきます。左右対称になるように柵のマスを数えていきます。柵を並べて地形を整えていきます。ちょっと長いのでカットしますね。そして次はお昼から作業を開始していきます。今度は柵とサイロの下も石畳に塗り替えてアイテムをなじませていきます。反対側も同じになるので、また割愛していきますね。気分を変えてお着替えをしてみました。今度はカーペットの上の部分を作っていきます。ミラー機能を使って柄を整えていきます。スポイトで色を取りながら元の絵をなぞれば、同じ絵を左側に手書きでコピーすることができるので、それを利用していきます。一番下のダイヤが欠けたら、その上はすべて消します。あとは横と同じ作りになるのでカットしていきます。床に貼ってみました。上もいい感じなので角を作っていきます。
今度は右側を残して左側を描いていきます。基本的には横や上の部分と同じ描き方で進めていきます。今度は大きめのタッセルを描きたいので、カーペットの縁と同じ黄色で適当に形取っていきます。タッセルのシャラシャラした部分を再現するのが結構難しかったです。先に全体の影を足していきます。バラバラに線を描くのはいびつな形になってしまうので、影をつけてそれっぽくすることにしました。今消した部分にさらに影を足していきます。今までの影とは少し色味を変えておきます。とりあえず床に引いてどんな感じになるかを確認します。思ってたよりもいい感じ。ただなんかのっぺりしてる気がしますよね。今から存在感を出すためにレースとタッセルの影を足したり、カーペット自体の影を足していこうと思います。とりあえず影になりそうなところを黒で塗っていきます。真っ黒だと濃ゆすぎちゃうので、後で明るさを少し上げる予定です。黄色の部分も影を足していきます。影があった方が存在感がありますね。今までのマイデザにも影を足していきましょう。全部のマイデザに影を乗せたので、右角も描いていきます。左側と同じ作りなので、ここも割愛していきます。これでカーペット作り完成です。ハートの女王の洋服にもよく合ってますね。本当はもっと黒バラを作ってここのお庭を埋めていきたいと思っています。リンゴの木も手に入ったら疑似バラの木みたいにして植えていきたいです。まだまだ制作途中なので、今後も改良を重ねていく予定です。今回はこれで完成です。ここまでご視聴いただきありがとうございました。これからも随時配信を行っていきます。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。